名古屋市内の心療内科。おはようございます。おはようございます。窓口で働いているのはディヒテリアレンコ・バレンティンさん、20歳。おととし5月にウクライナから名古屋市に避難してきました。避難民の就労を支援していたこのクリニックに1年半ほど前アルバイトとして入社。今は来院した患者の受付対応などをしています。ありがとうございます。お待たせいたしました。本日のお会計は1450円です。お大事になさってください。立派にそう1年前にやってくれて心強いですね。そう、もうだんだん慣れました。学校で私は新しいの本とか漢字は勉強しています。それは私に面白いです。ただ思うのはふるさとのこと。父親は今も戦場にいるといいます。私はちょっと心配します。あとは連絡するとき嬉しくなる。ウクライナ国内では今でも激しい戦闘が続いています。両軍の死者は合わせて19万人以上とされていて、戦争の出口は見えない状態です。戦争が長期化する中でバレンティンさんにはこんな変化も。バレンティンさんの在留カードには定住者の文字が。避難民を対象とした新制度、補完的保護対象者の認定を受けたことで、戦争が終わっても5年ごとに更新すれば在留を続けることができるようになりました。意識するのは日本での長期的な生活です。2年前は私は日本語は全然わからないので、寂しくなった。そんなことに私は早くに帰りたいと思いました。でも今はもっと日本語上手になったので、日本語大学に入りたいです。日本でエンジニアになったら日本の会社に入りたいです。